せいじさん、なんか俺見てるが、まあもう見てないから、ディスって大丈夫でしょう。まあ見てないとか、せいじさん。せいじさんがなんとでや、あんまもう配信やらないですよね。うんまあ、さっき花火くれたけどね、せいじさん。ね、V5 撮った。 マンスリー5回連続で撮った。100万円。うん、5ヶ月そう、休んでない、もう毎日配信してんじゃん。だからすごいよね。5ヶ月、毎日休まないで配信するってやばくない ?150 日、1回も配信休んでないって。<laughs> まあ、そりゃ撮れるわな。しかも1日4時間じゃないでしょ。1日8時間とか10時間とかやってるんでしょ。この人。 それはすごいと思う。俺無理だもん。俺だって1日2日に4時間が限界だもん。いつも。だいたいすごいよね。よくこんな配信でいいだよね。5ヶ月も休まないで1回も。<laughs> うん。で、もう休むって言って、もう。そう、いつもこんな感じで撮るんですよね。ああ。 もう離れるって。うん、だから今離れてんの聖ジは、うん。でもね、俺はな、な、なんで、ゼロワンがふわっちでイベントやってね、復活したじゃん。復活して、やっぱなんで休もうと思うけど、ね、逆に。やっぱり、俺が言ってんじゃん。聖ジとゼロワンのりさ、丸かぶりだよっていつも言ってんじゃん、俺。 だから休むんじゃないのってちょっと思っちゃうけどね。うん、そう。だ俺、このまきょ昨日かおとといも、昨日かおととい、おとといか、見たけど、ゼロワンがなんか2000ぐらいだったら1500とか、聖ジなんか800か700ぐらいしかなかったから、やっぱそれはやっぱ聞いちゃうのがね。 そうだからゼロワンと政治のリスナーかぶりすぎだって、うん、そう野獣馬のなんかリスナーが政治に行ってるだけなんだよゼロワンがいないからゼロワンがこっち来たらそのもう政治はいいやってなっちゃう人が多いってことや、うん、忍法は来ないんじゃない忍法だって そんな稼いでないでしょ稼いいでないでし逸覧もないでしょ500だってだって一とととか1,000もいかなくなったじゃんって忍法とか忍法プラチナあなんかプラチナになったっすよ ただ、今月はちょっと厳しいと思うけどね。誕生日もなくなってバトルばっかりやってたら、無理だよ。俺なんかバトル全くやらないじゃん。うん、バトル全くやらないで、アイテム上がるようになんないと、厳しいよ。この先ずっとフわッチでやっていくんだと バトルしかしてないでしょだからもうそれがダメなんだよもうそれだったらもうリスナー頑張ろうと思っちゃうじゃん、うん、それが続かないよねきついってなって、うん、俺はまあ言ったけど忍法に、ね、直接それは、うん、まあでもね俺は政治さんに逃げないで政治さん今見てます 逃げないでゼロワンと戦って欲しかったよ。同じカテゴリーで。うん。思わない今あなたが、フワッチを引っ張ってるんだよ。聖児さん。あなたがトップなんだよ。ゼロワンが TikTok に逃げて。それと戦って欲しかったあなた。うん。なんでよ聖児さん。なんで戦ってくれなかったのあなたが最強ってとこを見せてよ ゼロワンの前で。そしたら俺は、わ、誠治さん最強なんだなってなったよ。逃げちゃったじゃん、結局、今回。うん休むとか言って。ゼロワンがさ、イベント出たらで。俺はそこがちょっとショックかな、誠治さんに対して。あなたは6連覇とか言ってるのに、かぶせてやろうよ、じゃん。誠治さん。 6連覇なんでしょじゃあ、被せて、ゼロワンと戦って欲しかった、俺。政治さ、うんに。そう、ふわっちの王としてさ。あなたが、ゼロワンが TikTok に行っていなかった期間のの6連覇。じゃあ、今回は戦えないの。その6連覇ゴミだよ、政治。うん。ワン戦えないんだったら。 ゼロワンがいない間、空きしてに取った六6連覇じゃんじゃん。ねえ。聖児さん。俺は言うよ。別に聖児さん見ててもいいけど。うん。ちょっとこれは、さすがに逃げたよね、政治さん。うん。あなたは不わ地の王を6連覇してきたじゃん。閲覧もそうだったらゼロワンがいなくなって。うん。ゼロワンがいなくなってあなたの天下になって。 ね、じゃあ6ヶ月半年ここでゼロワンが来て戦えないの負けてもいいじゃんなんで戦えないの政治なあ戦ってみろよ俺たちの代表だろなあ戦ってみろよ逃げるなよ政治お前。 俺たちを代表でゼロワン戦えないとかさ。ユは戦ってるぞ、お前。必死によ。昨日もよ。閲覧200とか300のゴミになってよ。100まで見てよ。眉の閲覧。あん。眉のはまだ立派だよ、お前。お前より。ユはゼロワンと戦ってるぞ、お前。今。お前が逃げてる間によ、政治なあ。 今すぐよこのカテゴリー参加しろや聖児まあできねえだろうな。逃げて。いやそう思うわ、俺は。なんでこいつ逃げてんだって、聖児。6連覇そんなのはワンがゼロいたら叶わなかったんだよ、お前は。1回も。 ゼロワンが TikTok に行っちゃったから、お前が6連覇できただけだよ、政治。うん。吐き違えな、そこ。なあ、政治よ、お前。うん、ゼロワンがいたらできねえよ。えつら、えつね、えつらも減るんだから。ゼロワンのとこ被ったら。うん。逃げてるだけ、政治は、俺。完全に。 完全に逃げてるだけで。戦ってみろよ。別に戦って負けんだったらいいじゃん。かっこいいじゃん。やっぱゼワンには勝てなかったってさ。それで終わる話じゃん。うん、この6ヶ月何だったんだってさ、なるじゃん。うん、6ヶ月でも勝てなかった01はすごいよって、それでさ、叩いて終わりなわけじゃん。うん、逃げるなよ、政治お前よ。本当に。 なんで逃げてんだよ戦えよ俺たちの代表だろゼロワンなんて、TikTok に逃げたゴミなんだぞなあ。フワッチ代表として勝てんのはおめえしかいねえんだよ、政治。なあ。なんでお前行かねえんだよ、政治お前よ。戦えよ戦って負け、ね、先生を戦って負けたらよ。 うん。いいじゃん。叩いて、俺も叩えるわ。だけど逃げるなよ、政治マジでよ。うん。なんで逃げるんだよ、政治お前。うん。ゼロワンとリスナー被ってるからって。それ誰も分かりきってること分かってんだろう、なの。うん。そんなプライド高いのかよ。政治お前よ。 お前しかいいんだよせい、ね、俺たちはもうゼロワンに到底かなわねえよ。なあ、俺とかよ、天然とかよ、部長山田とかよ、なあ、いろんなやついるけどよ。だけどお前はワンチャンあるんだぞ、平いそれで、こんなにね、5ヶ月、6ヶ月頑張ってさ、ゼロワンがふがっち来たら逃げるのかよ、休みたいとか。うん。 もう一踏ん張りしてみろよ。政治よ、そこで。なあ。なんでもう一踏ん張りできねえんだよ。戦ってよ、戦ってよ、ほ、うんとに。悔しいよ、俺。あんなさ、TikTok にね、なんだっけ、ワンの子供とかさ、作ってさ、無限とかさ、プリンス荒野とか、あんなのがふわっちゅ来てよ、な、戸玉が来て。 うん、荒らされてんだよ。ほんまに倒そうと思わないの、政治。逃げてさ、こうやって。うん、俺は戦えねえよ。だって、お前らアイテムくれねえじゃん。くれんの、うん、俺は無理だよ。金ねえもん。お前らが投げてくれねえから。でも政治あるだろ、ワンちゃん、お前。 ゼロワンと戦えよ、うん。なんで逃げるんだよ。政治よ。ゼロワンがいない時だけよ。な天下取ってよ。ゼロワンが来たら逃げるってさ、恥ずかしくない政治、うん。そこは俺はちゃんと言うよ。リスナー被ってるからね。政治とゼロワンって。めちゃくちゃ被ってる。一番被ってんのがそうじゃない。 だからあのー、昨日がおとといねゼロが2000ぐらいあっていうジが800ぐらいあったのやつラ、うん、まあそうなっちゃうよねまあみんなそうなる、ね、俺はそうならないけど俺は別に人と絡まないからならないけど、うん、部長山田とかなんか天然ストレートとかもなんか裏でやってたけど閲覧ランゴミだったの。 政治と一緒で。まあ、座れちゃうんだろうね。ゼロワン忍法って今、いつらいくつなの 500, ?500 ぐらいじゃないの忍法はいつな分わかんない。今、忍法いつらいくつなのまあ、あいつはだってもう最近、いつ減ってきてんじゃん。500のでもう終わりだろ、お前。忍法さ。 560とかあもうやめたら560とか忍法、うん、まあ最初だけだったんじゃないかなら、うん、忍法とかまあ1000もいかないからね忍法、うん、いやまああとは落ちていくだけだと思うよ なんかでも昨日なんかちょっとアイテム稼いだでしょ。10万か20万ぐらい。じなんか20万ポイントいったとか見たよ。足抜きのやつ。うん、ちなみさん俺最近来てくれないもうちなみさんに飽きられたとかね。ちなみさんが最近全然来てくれない だから善一にちなみさんが昨日投げた,た,たん見た。脱散たきで。俺、善一と火薬樽と聖地と毎日監視してんだよ。あの、善一、俺、俺も最近ちなみさんも1ヶ月以上投げられてない。今年相手1回もないんじゃないちなみさん。ちなみさんから俺もらったことない。って 俺もあちなみさんから飽きらめたんだな。いやちなみさんも揉めてないと。だって別に何もディスってないしちなみさんの子。普通に飽きらめただけだ。ちなみさん。だからまあいろんな配信者いて面白い配信、ちなみさんが面白いと思う足で投げるんだよ。 まあ、ちなみさんはあの特定の人作らないからあドレスさんにも投げたんだちなみさんだから誰にも投げるからね面白いというか人に投げるからちなみさんっていうかそうだからまあ俺にもめちゃくちゃ投げててくれた時もあったし だか分かんないそのちなみさんのその今旬みたいな人に投げるんじゃない愛青飼いも投げるそう誰にもその面白い人に投げるからでもそれがいいんだよ、うん、だって別に俺が別にちなみさんが誰に投げたら別に何も思わない、うん、自分がねお金使って投げるんだから自分の好きなやつに投げたらいいんじゃない それでいいと思うけどねリスナーっていうのはミナゴロはもういなくなったんじゃないまあ俺は別にクルムの去る者は終わらずなんでミナゴロとかね昔聞いてたけど まあ俺は来る者子は去る者のおわずなんだよ。だから相手も上がんない時ともあるよ。1ヶ月50万70万とかあるよ。全然。去年もそういうのあっただからだから収入少なかったもん去年。 山田赤に入れてあ、あそうなんだ、うん、まあ、俺はなんかひこもりちゃんが LINE が来て LINE っていうかなんかメッセージが来てなんか返さなかったんだよそしたらなんか怒っちゃった、うん、だ山田に今なれてんだよまあでもその程度でいなくなんだったら別にいらないよって話ね別にフォローとかしないよ、ね、めんどくさいなんかフォローとかするんですよ 爆投げ師とかにフォローとかするんでしょ俺したことないもん、そんな爆投げ師とかフォローとか。じゃ、いなくなったらいらい、そんなの。めんどくさい。んなの。うん。どうでもいいや。俺は、ヨッサンっていう、この、今までこの13年間やってきた、これを、ブランドとして売ってるから。 これ、アイテムなくなったら生活保護受けるし、無理になっちゃったら。うん、俺は別にこびんねん。別に誰にも。ちなみさんはかん、ちなみさんいろんなとこにいるんじゃないそう。来るものこばず、去るもの追わずでいいじゃん。で、それで俺、このフワッチも、もう7年間か。 フワチ7年やってきたけど、うん、別になんとかなってるもんそうですよなんとかなってるでしょ7年間やった、うん、だそれがやっぱいいんじゃない、うん、まあダメになったでもうそれでアイテムが上がんなくなったって